皆さん、こんにちは。ナイステです。元気ですか？最近はね、桜咲き始めましたね。まあ皆さんもね、多くの方、もう桜を見たと思います。で、まあ私もね、代々木公園とか、あとは、それくらいか そうだね。まあ見たんですけど、そしてね、一時的に寒かったんじゃないですか。で、その時にもうほぼずっと家にいて、どこにも行かなかったんですね。寒かったので。で、この前、久しぶりに、まあ、ちゃんと家から出て、あれ？桜咲いてるじゃんってなんか思って、すごくびっくりして。で、まあ、代々木公園ね、その時、代々木公園行ったんですけど、まあ、ちょっと見て、インスタグラムでもね、写真載せたんですけど、でも、皇居ではなんか、すごく綺麗なところがあるらしいんですね。目黒川のところで、すごく桜が綺麗に咲いてるらしいんですね。はい。で、私は、なんか行ったことないと思いますね。で、今日はね、ちょっと見に行きたいと思います。写真を見たんですけど、写真はすごく綺麗で、でもなんか自分の目でもね、ちょっと見たいので、今から、そう。なんか最近すごく天気がなんか微妙で、なんか暖かい日もあれば、雨の日でもあれば、すごくまた冬みたいな寒い日もあれば、なんか、花見とかもしたいんですけども、いつ行けばいいかもなんか全然わからなくなって、なんか寒い日もあるので、はい。なので、まあ、せめて、ちょっとだけね、桜見たいので、まあ、今日はちょっと散歩がてら 桜を見に行きたいと思います。じゃあ、行きましょうか。綺麗です。池尻大橋に着きました。なんかどこから行けばいいかなと思って、なんか目黒川って結構長いんですよね。なので、まあいろいろ調べたら、池尻大橋から中目黒まで降りるのがなんか一番いいらしいです。なんか今日ね、私も桜っぽくなんかちょっとピンクにしました。まさかね ちょっとね、今日は、風が強いんですね。暖かいんですけど、いいこと。でも風が、そう、強い。ちゃんも桜眺めていますね。でもすごく数が多いですね。すごく皆さん綺麗ですよ。綺麗すぎてなんか全然進まないんですよ、私。もう写真とか動画ばっか撮って、まだまだ中目黒まで、結構時間かかりそうです はい。で、ちょっと今ね、ベンチがあって、ここ
川沿い、そう、それもすごくいいなと思いました。あのベンチ、まあちっちゃいけど一人向けなんだけど、まあでもないよりいいですね。なのでここでちょっと座って景色眺めたいなと思って、でまた中目黒に向かいたいと思います。はい、あと皆さん思ったんですけど、桜ってなんか夕日のように見えるんですね。なんかちょっとピンクっぽいあの夕日なんですけど、でも本当になんかこうやって、まあ、歩くと木の上になんか夕日があるように見えますね。あとそう床とかもね、そうすごく夕日のよう。桜はもう十分楽しめたので、なんか腹ごしらえしたいと思います。で、中目黒のところなんかいいカフェを探したいと思います。中目黒でなんかカフェ行ったことないので楽しみです。調べたらとても近くにとても面白そうなカフェがありました。ケーキ屋さんなんですけど、すごく内装がおしゃれで可愛くて、もうすぐそこに行くと決めました。ケーキがすごく全部美味しそうで、でも桜を見に行ったので桜っぽいものにしようと思って、とても美味しそうなケーキにしました。少し待ってくださいね。このカフェは2階と3階にあります。2階はなんか注文するところ、そして3階でまあ食べるところですね。で、1階はなんかキッチンっぽいところだったんですね。ここは3階です。注文を待っています。そして満席だったので、席の様子を取れませんでした。でもね、部屋の飾りすごく素敵で気に入りました。きたきた、カフェラテとルビーモンブランなという名前だった気がしますが忘れちゃいました。でもまあちょっといちごが入ってるなんかピンクっぽいあのケーキにしました。すごく美味しそう。お皿とコップも可愛い。このコップすごいんですね。なんかでっかすぎ。うん、ちょっとサイズにびっくりしましたが、まあ私にとってそれはいいことです。じゃあ今からケーキの番です。中はなんかありますね。いただきます。おいしい。なんかクリーミーの食感ですね。クリームチーズみたいな感じかな。中はジャムが入ってるんですね。うん、あと緑色のクリームですね。あ、なんかジャムはなんだろう、ブルーベリーのジャムみたいな感じですね。うん、味はそんな感じ。やっぱりこのコップはでっかいんですね。なんかコーヒーはこんなにたくさん入ってて嬉しい。そしてコーヒーは本当に美味しいです。それも嬉しい。とても美味しかった。満足です。これで帰ります。はい、皆さん、もう家に帰りました。すごく桜が綺麗でしたね。なんか感動しました。そして目黒川の長さにも感動しました。すごく長いんですね。うん、すごく綺麗だったし、もう歩くだけでなんだろう、癒されるですね。本当に行ってよかったと思います。初めてそこ行ったんですけど本当にすごかったです。皆さんまだ行ってないのならぜひ見に行ってください。まだ咲いてるのでぜひ。あとね、そう思ったんですけど、私は池尻大橋から中目黒のところにまあ歩いてたんですが、やっぱり一番落ち着くのは池尻大橋の近くの、まあ近くですね。はい。で、池尻大橋からこうやって中目黒まで行くと、なんか途中で、まあ、一番最初になんかすごくでっかい橋が出るんですけど、まあ、車用の。で、その橋を渡ると、なんかすごい、人の数が一気に増えるんですね。今日はね、平日だったんですけど、で、池尻大橋のところをまあ歩くと、人はいたんですけど、まあすごく多かったわけじゃないんですね。で、まあ平日だからまあそんなもんでしょうねと思ったんですが、やっぱりちょっと歩いて15分くらいかな。で、まあすごい大きい道路を渡らないといけないところがあって、それこう渡ったら一気に人が増えて、なんかすごい。で、全然ね、
進めなかったんですね。なんかまあ進めたけど、なんかすごくゆっくり歩いてて、まあそれでまあゆっくりね歩きながらなんか景色を眺めることはできるんですが、でもね、雪尻大橋のところ、まあ、と比べると状況は全然違くてちょっとびっくりしました。はい、なのでまあゆっくりあの桜を眺めたいのなら、まあ、雪尻大橋のところ、大きい道路までのところは一番おすすめかなと思いました。あとそう、あの雪尻大橋の近くの、まあ、場所だったら、まあ、そのねその道路その道路までの場所だったらなんかベンチとかでもあの座れるんですね。でもあのその大きい道路を渡るともうすごく人が多いところまで行くと、そこはそう、それもびっくりしたんですけど、あのベンチのところはね、まあ立ち入り禁止だったんですね。なんででしょうね。そう、それはちょっと不思議だなと思いました。別にいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、まあ理由はあるでしょうね。はい、あと屋台とかもね禁止と書いてたんですね。それもびっくりしました。まあでもそれでもね、なんか小さなお店、まあなんか屋台みたいなまあ小さなお店があって、でいろいろなものをなんか串焼きとか、まあなんかいろいろ売ってて、で今はねいちごのシーズンだから、なんかいちごのデザートとか、まあそういうものカクテルとかはい売ってて、うん、すごく素敵だなと思いました。はい、なので皆さんぜひおすすめしたいと思います。私もね今日すごく素敵な一日過ごしてとても嬉しいです。はい、素敵なカフェも見つけて、それもはい、すごく嬉しいなと思いました。ということで今日の動画をここまでにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように。